お茶の工場での工程を教えていただけないでしょうか。加工工場から仕上がってきたものをうちが引き取りに行きまして、検品してサンディングシーラーかけまして、打痕、傷、割れ、その他を検品してます。その検品したものをサンダーによってきれいに仕上げまして、上塗り仕上げ塗装まで持っていって、それをまた再度打痕の検品をして箱詰めして納品という形を取ってます。検品する過程があるっていう。最低3回ですね。一つ一つ打痕のとこをサンダーによって削り落として平らにします。そんでそれをまたサンダーに通して角取りをして、再度サンディングシーラーから繰り返し行います。塗装して検品して、その後また作業があると。我々はお客さん目線で製品を見るようにという心がけでおりますので、少しの傷でもあったら跳ねるということを心がけてやってるところですね。でその傷があった場合でも直せるものはきちんと直していこうっていう、不良率ゼロにして出すようにはしてます。ということは本当に木を無駄にしないように極力そこも配慮いただいている。工程でいくとだんだんお客さんに近くなってきますけど、やってよかったとかやりがいっていうか感じられているどんなところですか。この検品をそのワンロットによって3回4回やることによって良品がたくさん出るようになったというところが一番ですね。やっぱり素晴らしいですね。どんどん改善を積み重ねていったっていう。お客さんが自分で組み立てるから、打痕、割れ、そういうのはもう必ずチェック入れましょうということで、不良率ゼロ、それが一番の元だと思ってますので、それを念頭に置いて社員指導で頑張ってやっていきたいと思います。